杉尾秀也君立憲民社民の杉尾秀也です質問の機会をあ、意見表明の機会を与えていただきありがとうございます私は前回の党審査会での議論と今日の参考人の意見を踏まえて改正案不足4条等と憲法改正発議等の関係について意見を述べさせていただきます修正案の発議者である奥野議員は 現行の国民投票法は公平・公正な投票が確保されるという憲法上の要請が満たされておらず、法制上の措置が講じられるまでの間は国民投票を実施することは許されない、こういうふうに明言しました。これについて、初記者の一人である公明党、北川議員は、国民投票において公平・公正を図るのは当然のこと。 コマーシャル規制についても同様で、早急に議論し、しっかり結論を出していきたいと発言、さらに自民党中谷議員も、コマーシャル規制に関する議論は大変大事なテーマだと認識しており、早急に改正できるよう、議論を精力的に行うべきとこのように述べております。 こうした発言に見られるように、自民党、公明党の発議者も、国民投票の公平・公正さを確保するためには、CM 規制は欠くべからざる重要なテーマと認識していることが分かります。そもそもも条は テレビやネット広告の制限、外国資本を含めた国民投票運動の資金規制、インターネットの適正利用について、検討と措置がなされないまま国民投票が実施されれば、違憲状態の下で憲法改正手続きが行われることを意味し、その帰結として国民投票の結果の公平・公正に重大な疑義が生じます。よってたとえ 改憲案そのものについて議論すること自体は妨げられないとしても、少なくとも必要な措置がなされるまでは、憲法改正の発議と国民投票の実施は許されないと、こう返すべきであります。ここれとと同様のことが以前にもありました 2007年の国民投票法成立時に、投票年齢についての不足3条と公務員の国民投票運動についての不足11条によって、必要な法制上の措置を講ずるまでの間、事実上凍結され、2014年の法改正まで憲法改正の発議や国民投票はできないという共通認識がありました。今回の不足4条もこれと同じだと解されます。 今日の参考人質疑でも、飯島参考人、福田参考人を中心に、現行の憲法改正手続きは、仮に公選法並びの改正がなされても根本的に欠陥があり、このまま適用され、実施されてはならない、取り返しのつかないことになる、またこれらについて衆議院で十分な検討がなされておらず、このまま通すかどうかしっかり議論すべきだと思う、こういう強い意見が示されました。 例えば、先ほどもありましたけれども、コロナ禍に対する失勢の原因を憲法に押し付けるかのような拙速な憲法改正の議論の進め方は、現に戒めるべきであり、7項目の改正と不足4条、さらには最低投票率など、他のテーマも含めて、公平公正な投票環境を尽くすための議論を、良識の府としてさらに真摯に続けるべきであることを申し上げて、私の意見といたします。 内越さくら君。